はい、今日は、四万温泉の方ですね。群馬県は四万温泉の方に来てまいりおります。この奥の方にあるですね、中正館というんですかね。こちらの方が今日私が宿泊する施設になります。で、その手前ですね。この手前にですね、今あの正面に映ってますけど、こちらがですね、マスン市で入れるお風呂ですね、なってます。こちらの15時では終わってしまうってことで、あと間もなくもう終わってしまうってことで、今誰もいないんですよね。これ、オムソウの湯って呼ぶんですかね。こちらの女湯で、こちらが男湯になってますね。四万温泉発祥の湯ってありますね。もう暗くなってしまいましたね。終わりですね。今ちょうど私ね、入ってきたんですけど、源泉が 48.8 度ですかね。で、差し湯しているところで43.7 だったかな。まあ43度強ってことで、まあ、差し根としてはですね、まあ、最強の異音なんじゃないですかね。まあ、当然源泉かけ流しそうになって完全にあれですね、非加熱、非循環、完全な、まあ、いわゆる源泉かけ流しそうになってますね。なのでまあもう最高部分の温泉になりますね。まあ、いろいろレビューされてますけど、非常に立派な施設になってまして、まあ、なんだろうかな、温泉通じゃない人からしてみれば、いわゆる狭い宿とか何とかっていう、そういうマイナスな評価もありますけど、まあ、温泉通の人にしてみればですね、もうこれ最高ですね。まあ、どういうことかっていうと、まあ、結局、お湯って鮮度が大事なんで、大きくなれば大きくなるほど水ってその古くなっちゃうんですよね。つまりお湯をその湯船に投入して、出ていくまでの時間、まあそのつまりどれくらいの時間でお湯が全部その入れ替わるかっていうのが鮮度の基準になるんですけど、まあその完全な、ね、天然温泉でやる場合はですね、なんていうんですかね、その湯量も天然なんで、まあ、限られますから、その結局湯船を大きくしちゃうと循環させなきゃいけなくなっちゃうんで、まあ鮮度落ちちゃうわけですよね。休憩所は東屋さんですね。こっちでやってるんですかね、やってるんですかね、こちらね。まあ、こんな感じ。ちょっと登ってみますか。あ、やってますね。ちょっと上がってきますね。やってますね。こんな感じか。やってますね。なんかすごい、なんか洒落た感じの感じですね。お客さん入ってますね。東屋さんか、すごいですね、ここは。いや、こんな風に入ってくるんですね。ちょっとじゃあ一周しますか。さあ、こっち行く。いや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 、すごいですね。東屋さん、上に滝があるんですね。ちょっと今日この後いっぱい歩きますか。いや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 、寿旅館さんからですね。まあ、ちょっと歩きますか。はあ、スマートボール。まあやってないですね。ちょっとこの後
散策しようと思ってますけど、ちょっと乗りましょうか。よいしょ、こんな感じ。オウムソウの湯って言うんですね。違うな、五分層の湯ですね。五分層の湯でしたね。いやー、ちょっと今気持ちが盛り上がっちゃってね、私。なんで盛り上がっちゃうってあれなんですよね。ごとぶき屋さん、旅館さんありますね。岩風呂って書いてありますけど、もうなんかいいっすね、いいっすね。行きましょうか。そろそろもうチェックインの時間なんで、チェックインしようかなと思ってます。じゃあ行きますか。ちょっとこう、まあ、こんな感じで入ってくるんですよね、五分層の湯。あ、もういい湯だったな。ちょっとね、周りに人がいるんでね、大声上げてよかったとか言えないんだけど、あ、すごい、湯船がね、岩でできてるんですけど、それがまたすごくいいですよね。これは何でしょうか。足を洗わないでください。ちょっとどんな感じ、そこまでは少ない、ぬるめ、適温って感じですか。差し温のところで、おそらくだからこれも43度ぐらいなんですかね。まあこれの、43度ぐらいですね。43度ぐらいなんで、ここに溜めてるうちにぬるくなりますと。なるほどね。ちょっとすいませんね。じゃあ中性感なんで行きましょうか。ちょっと動画の方は一回切りますね。中性館、今日泊まるところ四万温泉中性館。よし、こんなところですね。はい、じゃあ動画一回切りましょうか。はい。